はい、どうもまつげと申します。今回の対戦相手はゆうすけさんです。この方はおしゃぼのポケモンとか色粘りとかをしている厳選の鬼ですね。いわゆるドリボのポケモンはほぼ集めているって言っていたので、私からするとめちゃくちゃすげえなと思いますが、どうやらシングルもダブルもできるということで、ですね、すっごい低い確率で、ごく稀にツイキャスをしてる時があるみたいです。一回だけ遊びに行ってバトルしてましたけど、最近はあんまりやってないのかな、どうなんだろう。この方との対戦のルールはダブルバトルのマッチ戦です。はい、久々にねフレ戦の動画なんで、みんなルール覚えてる？マッチ戦なので2回勝利した方の勝ちです。で、私の説明不足で、ゆうすけさんのパーティー、誰かがねちょっとパーティーが一部入れ替わってるんですよ。2回戦3回戦普通に気づかなくて、私気づかなかったんで、もうそのままバトルしてます。まあ説明不足の私が悪いんでね。はい、あまり気にしないで見てください。ではパーティーの方見ていきましょう。私のパーティーがカプテテフ、フェローチェ、ボーマンダ、バチュル、ヒードラン、カプブルルなんですけど、相手のパーティーはですね、ミロカロス、ガラガラ、ギガイアス、テッカグヤ、ウツロイド、ランドロスなんですよ。まずバチュルが出せませんね。これ物理型が多すぎる、岩タイプがいる、多い、炎タイプもいるでしょ。でかぐやはまあどうでもいいとして、ミロカロス、ミロカロスがもうほぼ確実に勝ち気なんで、このね勝ち気がいるとバチュルは出せないんですよね。安易に能力が下がる技を使うと火力がアップしてしまうので、ちょっと今回はバチュルは出せないかなっていう風に、見た時に思いました。ですね。はい、まあそのぐらいか。でまあ相手がまあ遅いポケモンも多いので、トリックルームを張ってくるとしたら、ウツロイドが張ってくると思うので、そこに注意しながら戦っていこうと思います。では対戦の方を見ていきましょう。どうぞ。はい、ゆうすけさん対戦よろしくお願いします。私はフェローチェ、ヒードランで投げてますね。お相手はウツロイド、ミロカロスです。で、いいですね。色違いのミロカロス。で、まず1ターン目ですね。お相手のウツロイドがマゴロをしてます。おそらくこれは飛び膝蹴り読みですね。なんですけど、とりあえず、トンボを打ったんですけど、完全に、ちょっと一旦目を読み負けているような状態ですね。で、フェローチェが格闘 Z を打ちます。普通にまあフェローチェダブルで使うんだったら格闘 Z かタスキの方が使わない勝手がいいと思う。格闘 Z をミロカロスに打ちます。いい火力ですね。ミロカロス確実なら。で、フェローチェの A が上がる。ウツロイドがステロを巻くんですけど、これ割と珍しいと思います。ダブルでステロはあんまりいないですね。で、4倍ダメージの大地打ってるんですけど、まあまあ、あれですよね、やっぱり。D が高いんで、特防が高いんで、あんまり入らないですね。普通一撃で持っていけると思うんですけど、フェローチェは毒づきを
ズレずに打ちます。いいですね。ヒードラで削ってフェローチェでとどめを刺すような感じで、いい感じにこの辺は動けてますね。ちょっと一旦目が痛いけど、いい感じに動けてるんじゃないでしょうか。でもフェローチェがこれ毒づき打ってるのはガラガラに対して言うことがないからです。でヒドランはガラガラに大地の力を持ってます。ほぼこの2体で完封してますね。ヘビーボンバーフェローチェですね。ただもうお相手がテックウリアしか残ってなくて、こっちはヒドランだけなんで、勝ち確ですね。2秒2はブルルーの名前あんまり意味はないですね。私あんまりポケモンにニックネームつけないんですけど、で自然の怒りでブルルーが削ってくれて、テッカグリを半分削ってくれて、ヒドランの解放者で終わりですね。D 高いなあれ、これ終わりじゃないじゃん。なんかすごく硬いですね。えらい硬いな。ヤドリギだから直帰ではないんですけど、こんなもんですっけ。ガンプ打って、このブルルは直帰ですね。今解放者で、はい、1戦目が終わりです。はい、ゆうすけさん対戦ありがとうございました。はい、ではゆうすけさんとの2戦目ですね。対戦よろしくお願いします。射程が、私はまた同じ投げ方をしてますね。フェローチェ、ヒドランで、お相手はミルコロスガラガラで投げています。で、まずこの1ターン目なんですけど、ミロカルス低めの後ろからランドロスが出てきます。で、威嚇を、フェローチェに入れに来てますね。で、この攻撃が下がった状態で、お相手のガラガラは守るを選択しています。で、フェローチェは、とりあえずミロカルスを倒しに行ってますね。格闘 Z ですね。ただここの場面、やっぱりもうちょっと冷静に考えて、後ろからランドが出てくるのって、まあヒードランもいるから割と読めるっちゃ読める場面ではあったので、ちょっと冷静になるべきでしたね。で、大地の力をガラガラに打ってます。でここはおそらく冷凍ビーム読みでミロカロスに交代してますね、お相手が。でここは素直に動いてます。冷凍ビーム打ちます。で、ヒードランはここはね、ちょっと私もよくわかんないですけど、なんか火炎放射打ってるんですよね。なんかの交代読みなのかよくわかんないんですけど。でシャドーボーンがフェローチェに決まって、フェローチェがダウンですね。で後ろからブルルを出してます。でここで考えられるのがミロカロスバックランドロスなんですよね。でここの交代は私は読んでたようでもうちょっとあんまり覚えてないんですよね。読んでたみたいで、岩石封じをランドロス側にきちんと打ってます。で、ヒードランは、大地をガラガラに打ってますね。最近知ったんですけど、大地の力ってこのグラスフィールドの効果は、普通に影響ないみたいですね。知らなかったです。割と知らないことが多い。地面 Z とかも、あれらしいし。ここの交代も読んでたのか、普通に
ただウッドホーンを打ってたのかわかんないですけど、ウッドホーンをミドカロスに、きちんと打ってますね。でここでミドカロスの道具が発動してお盆の右ですね、でヒドランは火炎放射をなぜかまたミドカロスに打ってる。私結構このヒドランの動かし方ちょっと謎のところも結構ありますね。なんだろう、なんで火炎放射なんだろう。でブリッツのレートビームが結構直帰なんですけど、やっぱりあれですね、特攻が1段階上がってるんで結構入りますね。でここは安定のウッドホーンですね。自己再生してくるだろうなと思ってウッドホーン打ちました。ただこれ次のレートビームが微妙ですよね。落ちるか落ちないか微妙なところで、ちょっと落ちる気もするし、てか普通にブルルに攻撃集中できついんですよね。火炎放射、集中されてますねやっぱり。この集中でブルルが落ちると、これねグラスフィールドってすごいいいなんだろう効果だとは思うんですけど、相手も回復しちゃうっていうのが結構悲しいポイントで最後はこれマンダが威嚇なんで、ミロカロスに対してすごいあれですよね。弱くなっちゃう。ミロカロスを私はフェローチェとブルルでもう落とす予定だったので、これも耐えられるんですよね。で、守るは、守る読んだというかあれですね。もうポリツの冷凍ビームで落とせるっていう想定で相手は動いてきてるので、あそこの場面のトリックルーブを貼られた時点でこっちのちょっと負けでしたね。まあここをメガ進化してるんですけど、どう考えても向こうが冷凍ビーム冷凍ビームでもう無理ですね。2連守る成功してもポリツを一撃で落とすことは不可能なので、ね、で2段階上がったレートビームはさすがに耐えられないです。はい、ゆうすけさん対戦ありがとうございました。はい、では3戦目見ていきましょう。ゆうすけさん対戦よろしくお願いします。私は初手フェローチェカプテテフに変えました。で相手はバシャモーランドロスですね。多分初手のフェローチェを呼んでのランドロスなんでしょうね。ランド初手は相手に勝ち気とか威嚇を受けると能力が上がるようなポケモンがいない限りは基本的には安定して出せるかなっていうイメージがあります。でここ断水かと思ったら普通に耐えられたっていう。ただここ馬車も守る読みはしてたので、普通にあれですね、集中してますね、攻撃。で、お相手がポリツーです。ダウンロード。で、ここでポリツー引っ込めガラガラですね。で、ここで私はまたやらかしてますね。もうそろそろなんかあれしろよって感じですよね。普通に後ろにガラガラいるんだから打ったらダメでしょっていう。でバシャームのフレアドライブが出て踏み決まる。ただこのフレドラを耐えていくというなんですけどあのね、テテフ脱出ボタンなんですよ。
で普通に攻撃もせずに帰っていって額を入れると、うん、ここの脱出ボタンは割といいかなって思うんですけど、どうでしょうね。で、この技読みでヒドラに交代です。でもフローゼット正直なんか何でも倒せるから別にって感じですよね。なんか炎技以外も普通に飛んでくるから、ただここは相手が普通にフレアドライブを選んでくれてたのでうまいこと受け切れてますね。で、相手が飛行 Z ですね、これ。こいつはぐんと上がった。ぐんと上がった。あ、オウム返し。オウム返しってそうなるんですか。あ、それでここ異常に入るのか、ダメージは。なるほどね。全然私この時気づいてないですね。攻撃が2段階上がってるの。で、ここで捨て身の反動でボーマンダが落ちます。で、最後カプテテフと、私がカプテテフヒードのお相手ポリッツガラガラですね。もうここの2連守るがここで2連守るが成功してしまったので、1個前で守る消費してるので、まさか2連守る、まあ相手からすると2連守るしかないんですよね。でここで2連守るが決まってしまったので、まあほぼ負けですよね。では、カプテテフが落ちます。で、最後もフェロチェなんで、フェロチェは、圧倒的に速いんで、トリルカでは圧倒的に遅いと。では、鹿の身で半減はするんですけど、この分目では2回攻撃なんで。で、ドライアタックがフェロチェに決まります。こういう時にタスキだとやっぱり1回耐えれるんで、いいですよね。でもここでもう、コウさん選びました。はい、ユースケさん対戦ありがとうございました。ゆうすけさん、今回は対戦本当にありがとうございました。結果としては2対1で、ゆうすけさんの勝ちですね。おめでとうございます。今回ですね、言わせてほしいのは一言、2連守るは最強です。あのガラガラの2連守るさえなければ、私のおそらく勝ちだったんですが、残念なことに2連守るが成功してしまうという、ぜひね、またちょっと対戦していただけると非常に嬉しいです。ぜひリベンジをさせてください。お願いします。次回のお相手はですね、ついに来ましたね。ごめんね、待たせて。太巻きさんですね。カポエラを愛するニーハイ好き。ついに来たぞ。またね、ルールはダブルバトルになりますので、ぜひ、見ていただけると嬉しいです。また次回ですね、お会いしましょう。バイバイ。